よちんのビートルズ・ゴー・ゴー。はい、始まりました。よちんのビートルズ・ゴー・ゴー、 DJ のよちんです。どうぞよろしく。さてさて、今回はどんなビートルズワールドが展開するのでしょうか。最後までお楽しみくださいね。それでは早速参りましょう。 We love the Beatles。 それではここで強力なスペシャルスポンサー、ビートルズマガジンをご紹介。ビートルズマガジン、ビートルズ関連ニュースは毎日24時間、音源やビデオ、レアな写真や彼らの最新情報など数多く更新しています。さあ、あなたも彼らのページにアクセスしてみてください。ビートルズマガジンはビートルズファンのための最高の情報発信ニュースです。世界中になんと3億5000万人を超える読者を持つ強力なスペシャルスポンサー、ビートルズマガジンをご紹介したところで、今回は先月号でお約束しておりました通り、5月19日に行われました大阪南港 ATC ビートルズストリートに出演したタイのビートルズトリビュートバンド、ザ・ドライバーズのフルメンバーによりますライブ音源からお聞きいただきたいと思います。この日各地から集まったビートルズトリビュートバンド全部で14組、第9回目を迎えて初めての海外参加バンドということで、ザ・ドライバーズは注目されていましたが、まあ期待を裏切らない素晴らしいパフォーマンスで、なんと実行委員からも公認のアンコール、しかもそれがオリジナル曲なんてね、快挙を成し遂げた彼ら、次回もぜひエントリーしたいって言ってましたよ。10月頃にまた彼らの演奏が楽しめるかもしれません。それでは今回お時間いっぱいギリギリまで彼らのステージお聞きいただきましょう。 The Drivers Here we go。 皆さん、 We are the Drivers。 タイからタイからです。どうぞよろしくお願いします。It's taking the easy way out. Kind of confusing. It's taking the easy way out.
そろそろ残念ながらお時間エンディングです。世界中で国境を越え世代やジャンルを越えて愛され続けるザ・ビートルズ、彼らの楽曲は彼らを愛する人たちの共通の言語といっても過言ではないでしょう。彼らにインスパイアされ楽器を持ち、彼らの歌を歌う者同士ならとてもシンプルに心を一つにできる。いやービートルズって本当に素晴らしいですね。よっちーのビートルズは55、今回はここまで。また次回をお楽しみに。エンディング曲ラスクラテの演奏する竹内まりやさんのマージービートで歌わせてをバックに See you next time! バイバイ。